こんにちは、吉根さん。まあ私はね、コメントばっかり返した人間ですけども、でもあのコメントすら書かなければあの暮らしはずっとそのままだったと思いますね。良くてそのまんま、悪ければ衰退ということで、まあ向上することはなかったでしょうね。ということでね、一つキーワードがありましたよね。誰もが成功するわけではないと。成功者はたった一部の人だよっていうことですけども、でもそのたった一部を目指さないことには何も始まらないと思うんですよ。いつまでもその他大勢でいていいのか。その他大勢っていうのは非常に虐げられて苦しい暮らし、声も届かない、本当に、ひどいというかね。その他大勢っていうのは本当誰にとってもその他大勢なんですよ。一人一人が大事って人は言いますけども、でもその他大勢に組み入れられちゃうんですよね。いや、それでね、成功するのは一部の人だよって言うんだったら、その一部の人になればいいと思うんですよ。私たちはどんな時でもその一部の人を目指すことを要求されてます。恋愛においても一部の人しか望みの人と恋愛をね、結びつけることができないとか、一部の人しか希望の学校に行けない、一部の人しか希望の収入口が得れない、全てが競争なんですよね。全てが定員、誰もがその定員競争に、敗北してきた。逆に言うと勝ってきたんですよ。勝ったり負けたり、その競争に漏れたり、その一部に組み入れられたり、いろいろしながら今日があるんですよね。で、そのこのジャンルでは一部の人に入りたいっていうのに入ってなければ、入るために何かをやるしかないかなと私は思ってましたね。なかなか難しいことだと思いますけども、一部の人に入るのっていうのはやっぱ難しいんですよ。で、簡単に一部の人になれちゃうと大部分の人が一部の方に入っちゃうから、その他大勢になっちゃうんですよね。こうして言葉を並べてみると非常に単純なんですよ。じゃあどうやって一部の人になるかっていうと、その他大勢が諦めるところで諦めないことかなと思いますよね。少なくとも他の人が脱落する、その横で自分だけは走り続けるということで、自分は生き残ることができたんじゃないかなと思います。YouTube もたくさんね、動画上げてますけども、まだでも私がね、サイト作成をした時の数には及んでないですね。私は自分の過去の実績に負けるわけいかないですから、やっぱりもう一息ね、突っ走っていこうかと思います。久保哲郎洋画劇場パート2ってやつですね。いやー、映画って本当に面白いですね。それじゃあまたお会いしましょう。